皆さんこんにちは。あつらえる企画代表のウルポロです。今回は春にぴったりの和洋ミックスコーデを1週間分組んでみました。結構ね、好き勝手やってますよ。はい、それでは早速始めていきましょう。インナーは襦袢の代わりにダブルクローゼットさんのカットソーを使っていきます。こちらは以前に秋の着物コーディネート第3弾でも出てきていますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。着物はベージュの格子柄です。去年の冬もベージュコーデって結構流行ってたんですけれども、春もねベージュをメインにしたコーディネートってトレンドではあると思うので、着物でもそういうのを取り入れて楽しんでいきたいなと思います。で、秋の着物コーデ第3弾の時にもお話ししたんですけれども、カットソーの上に着物を着るときはあんまりね襟を抜かない方がおすすめです。結構ね襟を後ろに抜きすぎてると着崩れをしてきて前がねパカパカしてきやすいんですよね。帯はリンゴの柄です。これね名古屋帯じゃなくっておしゃれ用の袋帯なんですよ。普段の着物では袋帯って基本的には使わないんですけれども、リンゴがね大好きなのでこれは買わないとと思って手に入れたんですけれども、こう袋帯自体が去年の子どもの入園式の時かな、その時に1回か2回着ただけだったので、ちょっとねやり方を忘れてましたね。いやマジで柄合わない。あーやっぱね練習しとかないとダメですよね。もう今回はねしょうがないので自己流でなんかそれっぽい感じで完成させていこうと思います。ごめんなさい。はい、次は帯締めです。帯締めはちょっとだけ濃いめの茶色系です。いやこの帯締めねめちゃくちゃ使えるんですよ。他の動画でもこの帯締めを使っているコーディネートたくさんあるので、よかったら他の動画もご覧ください。はい、帯を整えたら仮紐を取っていきます。次は帯揚げを整えていきます。この帯揚げもねすっごく使い勝手がいいんですよ。いやほんとねリバーシブル最強だなって思いますね。多分帯揚げって人によってそれぞれ使いやすい色とか柄って違ってくると思うんですよ。私の場合は着物がね結構柄がついてるものが多いので、帯揚げはシンプルなもの、こういう無地のものが使いやすくてお気に入りです。ヘアアクセサリーをつけてコーディネートに統一感を出していきます。はい、ふざけてないで真面目にやっていきますね。着物にヘアバンドって結構ね相性が良くておすすめです。ちょっとねレトロな雰囲気も出しながら現代風に寄せることができます。全身はこんな感じです。うん、いい感じにまとめることができました。ちょっとね帯の結び方失敗しちゃってるんですけれども、この帯がねこうキラキラリンゴの部分が光って可愛い。ここにさらにベージュ系の羽織を羽織っていきます。カットソーの白とベージュの濃淡だけでコーディネートを組んでいきますので、結構ねスタイリッシュな雰囲気になると思います。はい、次は羽織紐を結んでコーディネートが完成です。ここに綺麗な色のバッグを追加することで春らしさがアップします。次のコーディネートのアイテムはこんな感じです。淡いグリーンのシャツの上にグリーンの着物を着ていきます。こちらの着物は結構ねリサイクルで着物を買う時のあるあるだと思うんですけど、身丈がね結構短くって、もういっそのことついたけで着ちゃおうと思って買ったものです。ちょっと補足しておきますと、ついたけというのは着物をおはしょりを作らずにそのままの丈で着ることです。着物を始めた頃っておはしょりってなんやねんみたいな、おはしょりって結構なんかルールがあるじゃないですか、指一本分とか、そういうのね なんであるんだろうと思ってちょっとめんどくさいなと思ってたんですけれども、こうやってついたけで何回か着てみるとそのおはしょりがある理由っていうのが分かってくるんですよね。おはしょりの部分って布が二重になるじゃないですか。その部分が引っかかりになって着崩れがしにくくなります。あとお腹の部分にちょうどおはしょりの段差が来るので、その段差で
お腹のポッコリ感を隠すことができます。なんでついたけできるともうね、下腹隠せないじゃないですか。たるみがね、もうね、たるみがごまかせないのは辛い。辛さを乗り越えて次は半幅帯を結んでいきます。帯の結び方は一番スタンダードな文庫結びです。文庫結びって後ろにリボンがくるのが可愛いですよね。普段のコーディネートだと結構ね、着物自体が可愛いものが多いので、名古屋帯でシンプルなお太鼓結びにすることが多いんですけれども、今回組んでいるコーディネートは全体的にあっさりとしたアイテムばっかりなので、こういうね、帯結びを今度は可愛くして甘さをプラスしてあげる、そうすることで全体のバランスをとっていきたいと思います。クールすぎず甘すぎない絶妙なバランスのコーディネートにしていきたいと思います。最後に襟を整えてコーディネートの完成です。はい、どうでしょうか。うん、綺麗めで可愛いですよね。そこにショール感覚でベージュのジャケットを羽織っていきます。一気にね、ちょっとコンサバっぽい都会っぽい雰囲気になりました。そして一つ目のコーディネートで使ったこちらの水色のバッグ、この水色を差し色にしても可愛いです。はい、次のコーディネートのアイテムはこんな感じです。インナーはレースのカットソーを使っていきます。ただね、こちらちょっとね、半袖なのでこの袖の部分に何にもないのが寂しいので、こういうねアイテムをもう一枚重ねていきたいと思います。襦袢じゃなくってカットソーでね、こういう和洋ミックスを組んでいくときって、首元は立ち襟とかあのタートルネックで、それもこういう存在感のあるものを選んであげると可愛いです。こちらの上に着物を着ていきます。こちらのコモンの着物は、コモンの着物完全マスターという動画の中でも詳しく解説しています。よろしければ再生リストに入っていますので、そちらを見てくださいね。基本的な部分だけじゃなくて、独自の理論をもう詰め詰めの動画にしています。次は帯を巻いていきます。あれ、着物クリップがない、あったクリップね、すぐなくしちゃう。しかもなかなかつかない。はい、ぐるぐると帯を巻いていきます。もうね、早送りでやっちゃいますね。あ、ちょっと待って。あ、完全に疲れてきた。まだ3日目。あと2日頑張るぞ。よいしょ。さあ、気持ちを切り替えてやっていきましょう。次は帯枕に帯揚げをつけたものを巻いていきます。あれ？長さが違う。これね、結構やってしまいますよね。え、皆さんやらない？私だけかな。はい、帯揚げを整えて帯を整えていきます。帯の結び方はシンプルなお太鼓結びです。こちらの帯も別の動画で撮っているものがありますので、よろしければ探してみてくださいね。はい、次は黄色の帯締めを結んでいきます。結構ね、着物自体が華やかな柄なので、帯や帯締めはこういうね、あっさりしたもの、シンプルなものを選んであげると都会的な印象に仕上げることができます。洋服を着ているお友達と遊ぶ時なんかはこういうコーデがすごくいいかなと思います。はい、これで着付けは終わりです。一旦ぐるーっと回ってみます。はい、こんな感じ、可愛いですね。ここに可愛い白のハットを合わせていきます。お友達がプレゼントしてくれたものなので、とってもルンルンしています。そこにこういうシャーベットカラーの羽織を合わせて春らしさを演出していきます。またこのバッグ出てきましたね。春はこういうブルー系の濃淡でコーディネートを組んであげる、ブルーコーデも流行るみたいなので、着物でも取り入れてみたいですよね。あ、もうね、体力が限界、もうね、限界なので、お昼ご飯をいただきたいと思います。いやー、着物着るのってね、結構体力がいるんですよね。なんで1週間分作るとか言っちゃったんだろう。
ね、お昼食べたら残り2個でも頑張っていきます。チャンネル登録とグッドボタン押していただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。次のコーディネートはこんな感じです。はい、まずはシャツを着ていきます。このシャツはね、もうね、10年以上前に買ったシャツかな。相当昔に買ったもの、今でも着ています。そして下は以前の動画でもご紹介したユニクロのプリーツスカートです。説明欄に動画の URL を貼っておきますので、よろしければご覧ください。着物は淡いグリーンです。こういうね、淡いグリーンって春らしくてすごい綺麗ですよね。こちらのコーデは帯じゃなくって洋服のね、ビスチェを使ったコーデにしていこうと思っています。着物で一番めんどくさいのって帯を巻く部分じゃないですか。そこをね、あの帯じゃなくってビスチェを使うことでもうね、楽をしていこうっていう感じのコーディネートです。なんかね、帯は巻きたくないけど着物だけは絶対着たいっていう瞬間があるんですよね。あ、これね、間違えてますね。これね、今縦締めを巻こうとしてたんですけれども、結構ビスチェだけでもホールド感があるので今回はなしでいきます。で、このビスチェはザラで購入したものです。後ろにジッパーがついてますので、このジッパーをじーっと上げるだけでこのね、帯の部分が完成するのでめちゃくちゃ楽なんですよ。はい、簡単に着物を着ることができました。全身はこんな感じになっています。ぐるっと回ります。そしてコーディネートの仕上げに上着を羽織っていきます。こちらもザラのものです。結構ね、最近のあの洋服ってこう脇が空いてるじゃないですか。袖の部分がね、結構広く縫われているので、こんな感じで着物の袖を出して普通に着ることができます。こんな感じで着物を気楽に着れますし、すごいね、便利なんですよね。ただちょっとね、問題が発生しました。この着物が正剣の広襟タイプのものなんですけれども、ちょっとね、ブカブカしてきちゃいました。多分ね、バチ襟だとね、ここまでね、前がブカブカすることないと思うんですけどね。まあいっか、気にせずコーディネートを続けていきます。バッグはモイナのビーズ刺繍バッグです。着物の淡いグリーンとバッグのちょっとね、濃いめのグリーンが濃淡になるように合わせています。これがね、黒の色とね、あのコントラストになってすごく映えますよね。そして中はユニクロの黒のプリーツスカートを履いているので、こんな感じになっています。裾からね、チラチラ黒が見えるので、全体的にコーディネートとしてもすごくね、統一感が出ているかと思います。こちらでコーディネートは完成です。はい、これが最後のコーディネートです。ほんでね、着付けとコーディネートに関してはもうね、だいぶ今回喋ってるので、もう端折っていきますね。はい、着物と帯を着て、よいしょーっとはい、帯を巻いて、あ、そうそう、帯締めがインナーの色とちょうど同じ色があったので、こういうのね、すごい素敵ですよね。色合わせを楽しんでいきたいと思います。はい、仮紐を取って、コーディネートが完成です。あ、じゃなかった帯揚げを忘れていました。あとは帯揚げをきれいに整えて、最後に羽織を合わせていきます。ちょっとね、羽織紐がない羽織紐つけるの忘れてました。ちょっとね、こちらのコーディネートは全体的にピンクの濃淡で配色をしたんですけれども、それだけだとね、ちょっと甘すぎるので、引き算でね、こういうグレー系の羽織を羽織っています。で、袖がこういうね、ひらひらして可愛いですよね。首元もこんな感じでひらひらして可愛いコーディネートです。裾よけの代わりにシフォンスカートを履いています。結構ね、中にスカートを履くと着物のね、この裾がめくれたりした時に中にスカートを履いている安心感が結構あったりするので、アクティブなお出かけの時にも最適なコーディネートです。本日もお忙しい中ご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。疲れた。